さんは19歳になるそうです。あそこでカメラ回してますね。かわいいですね、石ちゃん。姫様を迎えに上がりました。今日準備できたので目を開けてください。プリンセスどうぞお食べください。プリンセスこんにちは、バンラーレンタカーのカレンです。先日石ちゃんが誕生日だったということで、バンラーレンタカーでハッピーバースデーパーティーをしたいと思います。ちなみに今乗ってる車は V220D アバンギャルドロングです。と後ろちょっと見えてると思うんですけど、途中まで装飾をしたので、と最後の装飾の方をしていきたいと思います。それではやっていきます。19歳になるそうです。なのでたくさん風船を膨らませました。よいしょ。とシートを見てもらえば分かるんですけど、これ後ろ向きになってるんですよ。なのでこういう、ね、結構長いので、後ろもあるゆとりがあるので、こう向かい合ってこういうパーティーとかするのにも使える車になっております。いっちゃんはアリエルが好きなそうなので、アリエルがセンターに来てる風船を選びました。見えるかな、アリエル、かわいい。こんな感じで装飾をしたので、いっちゃんをお迎えに行きたいと思います。それではいっちゃんを迎えに行きたいと思います。ここら辺で待ち合わせなんですけどね、どこですかね。あれじゃないですか、あ、ここ曲がれるですか。間違った、あ、もうダメだどうしよう、どうしよう、あそこ曲がれるんですか。いやー、なんか今日出勤だったんですけど、急にカレンさんからユニフォーム着て、なんか、まあ、家の近くのちょっと出たところにいるんですけど、そこで待ってろっていう指示が来たので待ってるんですけど、めっちゃ怖い。寒いし、ユニフォーム着てろ、なんか恥ずかしいし、一人でビデオ回して、まだ人がいないのでいいんですけど。あそこでカメラ回してますね。かわいいですね、いっちゃん。まだかな、あ、恥ずかしい。ちょっと待ってみたいと思います。ドッキリですかね、ついに。怖い。全然来ない。あ、来た。止まれるかな。ここに止めていいの。じゃあちょっとお出迎えに上がりたいと思います。めっちゃ待ってたんですよ。あ、ごめんなさい。迷子になって、ここぐるぐる
んで寒くて寒くてこれも恥ずかしかったですでも良かったです、無事に拾えました。イエーイ。じゃあお嬢様ちょっと目的基地の方まで失礼しますね。あ、シートベルトしてもらったですね。ちょっと忘れがちなのそれではお願いします。はい、それでは参りたいと思います。レッツゴー。お嬢様寒くはないですか？はい、大丈夫です。はい。あ、ちょっと寒いか。ちょっと寒いですか？はい。どこにあるんだろう。暖かくなります。はい。どうやってやるのかな。エアコン？あ、大丈夫です。ずっと初心者なもんで。心配ですね。どちらまで、今日は、はい、山の方に。山ですか。自然を満喫しようという、はい、コーナーになります。そうなんですちょっと心配ですね理由はちょっとわかんないんですけど、ここで誕生日パーティーをしたいと思います。なんで森なんですか。景色がいいからやばい、森すぎて。だって前見ても後ろも全部木です。ちゃんと森です。途中ここ来るまでの道のりなんかすごすぎて誘拐されるのかと思う。本当になんかあの車の中の状況と走ってる状況全然一致しなさすぎて。それな、いやそれなやばいやばい。なんかまあいい感じな、いい感じの、いい感じ多分車の中がいいから。そうですね、広々で、うん、じゃあ石ちゃん目つぶってもらってもいいですか。はい、ちゃんと見ないで。はい、見れるかな。キックしたらどうしよう。じゃあ準備できたので目開けてください。すごいすごい。ケンタッキー食べたい。匂いバレしてるかもしれない。匂いすごいしてた。匂いめっちゃしてる。めっちゃ車の中ね。おめでとうございます。すごい、見てください。箸かわいい、かわいい。プリンセスのために準備しました。あ、プリンセス一ちゃんプリンセス今日だけですね。じゃあケンタッキーから食べます。はい、私の好きなクリスピーです。イエーイ。うん、おいしい。おいしい、おいしいな。イエーイ。ちょっと冷めちゃったけどでもおいしい。これが一番おいしいですよね。クリスピーしか勝たん。わけー、おいしい。おいしい。なんでさ、サクサクなんだろう、冷たくて、うん、思わない。おいしい。クリスピー出てこない。いただきます。
うん、うま。安杯だわ。うま。クリスピーしか勝たん。クリスピーしか勝たん。クリスピーしか勝たん。バカにしてる。クリスピーしか勝たん。いまだに森なのかな、それ。まあまあ、景色良いかな、みたいな。私が言うのもなんですが、本当に森です。見えますか？森すごい曇ってるんですけど、石ちゃんをここに置いてっても多分バレないです。やだやだ、めっちゃやだ。超寒そう。イメージしてたのはこれだったんですか？森。多分か。うん、多分。間違いでもない。うん、どうぞお食べください、プリンセス。きつい、やりにくい、やりにくい。めっちゃ食べよう。じゃあここ行きます。はい、どうぞ。うわー、ふわふわ。うん、どうですか？おいしい。ヨーグルトみたい。え？めっちゃ美味しい。イエー、食べてください。美味しそうです。あ、これはアルパジョンです。はい、アルパジョンのケーキは美味しいと有名です。あれですね、クリスマスにサンタのトラックが走ってるのはアルパジョンです。あ、こっちから食べていいのか、反対方向から。え、イチゴ食べたい。食べちゃってください。え、やば、めっちゃふわふわ。見てください、ふわふわ。声どうした？取れない。うん、うまっ。いちご。うまっ。わかった、ヨーグルトっぽいの。うまっ。なんかさ、甘すぎないクリームが、うん、さっぱりして。めっちゃわかります。そうなんです、うん、ヨーグルトとはそういうこと。マジいろんなとこからつついて。いろんな方向から。うん、うん、食べきれないですね。無理ですね。胃がもたれますね。うん、久しぶりにケーキ食べた。うまい。テンションすごっ。ケーキパワーですかね。うん、イシちゃんといるからだよ。私一人の時こんなことしないっすよ。あ、クリーム剥げました。いちごさんです。バク。うん、美味しい。ジューシージューシーってのこれ。ジューシージューシー、果汁すごい。いちご食べます。ちなみに今日乗ってる車が V クラスなんですけど、この今あの新幹線みたいに車を、あ、違う、座席を反対にさせることとかもできるんですよ。こんな感じで。なのでパーティーとかも、あの、なんだっけ、前入ったやつ、長い車のやつ、あ、リムジンパーティーみたいな感じのをできます。この V クラスだと汚さなければ何しても大丈夫だそうです。店長が言ってました。はい、こんな感じで今日は石ちゃんのバースデーパーティーをしました。ありがとうございます。とんでもないです。可愛いんです、これが。石ちゃんお気に入り。見てください、プリンセスです。やばいやばい、落ちて落ちて、とどまってもらって、はい、よし。じゃあ、いっちゃんは今年19歳の抱負は？元気に頑張ります。あ、YouTube も、あ、そうなんです、800人。登録者数が800人いったんです。イエーイ。皆さんからの誕生日プレゼント、最高の誕生日プレゼントだと思っているので、おめでとう。ありがとうございます。
ありがとうございます。タイミングよく800人ってとても嬉しかったです。あ、19歳は元気に明るくを目標に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。800人いったということで、目標が1000人なので、もう少し頑張って、はい、いきましょうと思います。はい、はい、本日も動画を見てくださりありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方はぜひチャンネル登録もお願いします。他にもためになる動画がたくさん上がっておりますので、そちらの動画でまた お会いしましょう。イエーイ、イエーイ。